キャンドル・ジュンさん、やっぱこう、一番その、痛手をこむってるのはキャンドル・ジュンさんですからね。もう広末涼子の旦那っていう以外にですね、全然セールスポイントないわけですから、まあこれは必死になって、もうここぞとばかりにアピールをすると、鳥羽シェフの前にもですね、若手俳優と浮気をしていたんだけれども、なんとかもみ消しましたみたいなことまで暴露しちゃって、さすがですよ、やっぱりキャンドル一本でここまでのし上がった男、さすがメディア戦略っていうものよくわかってるなと思いました。あ、それは渡部健さんも同様なんですけれども、昨日ね、焼き鳥達人の会にいた渡部健さんの動き方をね、見てたんですね。いや、どういう動きをしてるのかなと思ったら、やっぱりね、料理業界のシェフの人たちとか、とばっかり喋ってましたね。すごいなと。やっぱり、僕が会った時のアンジャッシュの渡部さんって、全然そのお金も持ってないし、グルメのキャラなんか1ミリもなくてですね、グルメなんか全く知りませんみたいな方だったんですけれども、そこからね、ジモンさんにね、弟子入りして、いつの間にか美食キャラになってて、お前美食キャラだったっけみたいな感じだったんですけども、やっぱりその短期間で、のし上がるために、もう本当に話す時間はもう焼き鳥達人の会に来たら、僕とかそういう人たちとは、話しても何の得にもならないんで、本当にシェフの人たちとのネットワーキングにめちゃくちゃ時間を使ってたりとかして、時間の使い方っていうのがもうめちゃくちゃこう効率的というか、本当にピンポイントに自分の、得になるような動きしかしないっていうところに割り切ってやってるっていうのが僕は本当すごいなと思いました。だからやっぱり多目的トイレ、もうまあある意味ね、ホテル代なんかもったいないよね、みたいな感じで、そこを使ってしまう、この、なんていうのかな、割り切りですかね、割り切り力。まあ、この辺が渡部さんとキャンドル・ジュンさん、この割り切り力ね、もう広末涼子に離婚切り出されたと。そしたらもうそれ全暴露してやれっていうようなですね、利用の仕方というのがね、素晴らしい、素晴らしいのか素晴らしくないのかわかりませんけれども、なんかよくわかんないけど売れてる人というのはですね、いろんなところに工夫をしてですね、合理的に割り切って動いてるんだな、僕もまだまだだなって思いました。ということで、今日は、キャンドル・ジュンさんの